はいではいきますか、まず出版おめでとうございますあ,ありがとうございます。いやいや、さすがですね、もう、あのー、その理由も、ね、ツイッターの中でお話しされてて、その行動力というか、もうそこがすごいなっていうのを正直、驚きましたし、感動したところではあるので。いいやいや今回の いや,やっぱ本当ね、いや、本当ね、すげえなって思って、っ初めて中島がツイッター始めたときに、メガネ沼なさんとちょっとやり取りさせてもらって、は,いはい、実はそのときがすごいあの、まあ、勇気というかね、エネルギーをもらってたんですよ、実は。あそ,うそうなんですか。 入っていてて一緒にお話しさせてもらった記憶があって、その頃ではなくても、もっと前、もっと前、もっと前、本当にね、それこそ1年前ぐらいで、中島が本格的にツイッターやろう、その発信してこうって思ったときに、ちょっとメガネ旦那さんとやり取りすることがあって、ほうほう。で、なんかちょっとその頃はまだね、あのシャイな HSP 全開なその人だったので、もじもじしてたんですけど、メガネ旦那さんが、はい,はい、いや、いいんですよと。 こういうやり取りって大事ですよねみたいなこと言っていただいてほほほうほうほうっていうところがあったんですよ、実は。<laughs> 勝手に <laughs> そうだったんですねそ。そうなんですよ。だから、まあ、それであの、ね、スペースでのやり取りもあったし、であ本出版されたからっていうのもそうだし、で、まあね、YouTube の方とかいろいろあってっていうのがあったので、だから中島としては、すごいあのまた違った意味でも嬉しいことだねどうもありがとうございます。はい<笑><笑><ら> <laughs> はい、えとではですね、えー、と今回、いつも公開収録っていうことで、この内容が、えー、と大丈夫そうだったら、まあ、YouTube かどっかにちょっと上げようかなとは思っておりますが、話の流れ的にちょっとやばそうだなと思ったら、か<う> <laughs> やめうとそんなやばい話にはならないはずですけど、<い> <laughs> ちょっとほろ酔いですけど、全然大丈夫もう酔っ払いとか怖いからないやいやいやそんなに大丈夫です。 そういう感じでね、えー、と聞いてる方もまあ楽しんでいただければなというふうに思いますし、えー、と実はは明日は明日であ,のあしたで、あれ、白倉先生いる、白倉先生と明日話をするかっていうところではあるので、実際にこういう出版されてから人前で話す機会ってどのくらいあったんですかえー、どうでしょう。でも 割と週末はスペースやるって決めてるから多分23回は多分喋ってたかな、うん、でも別に本に関することじゃなくてなんかムキアラさんと花作さんと町本清三郎について話したりとか <laughs>、うんうん、そんなんはやってましたあじゃあ出版したからというーーあそれはうんこれが初めてかもしれないあでも違いますねあれの今週の火曜日に、えっと、1回あでもそれはズームのほうでやったんでうん はいということでまああのそうそう今日はねなんか僕最近えちょっと話していいですかあどうぞ内田達先生の,あの「教師は <laughs> 先生は偉い」っていう本を読んで <laughs>、うん、そ,うそこでねちょうどねなんかこう人はこうコミュニケーションする生き物だみたいな <laughs> そうで結局それ何がいいかっていうと。 僕の中に自分でも気づいてないものを相手に引き出してもらえるから対話っていいんだよねみたいな話があってうあもう今日は本当中島先生に僕の気づいてない僕の良さを今日は引き出してもらおうと思って今日は来たんでよろしくお願いします。えー、もうやめてそ <laughs> <え>それこそほら、あのー 朝サラジオの3年目の3人とかがね、そういうふうに言われたら、いや、喜んでとかって言いたいところですけど、そんなメガネ旦那さんまでで、ね、恐ろしいことを言うのいやめていただいたい,いやいや、本当引き出してください。<laughs> 僕の気づいてない僕の良さを。いやだけど本当ねあの、ツイッターのやりとりとか見ててもすごいなって思うのは、やっぱそこなんですよね。メガネ旦那さんのその、貪欲さ<ー>成長することに対する貪欲さっていうのは<ー>本当すごいなと思っていて。うーん うん、であの今回の,、ね、その出版した流れでも、まあまあ、いろんな意見があったじゃないですか。ありました、ありました。で、あのやり取りを見ててもすごいなと思ってて、ほほううあのりりてて結構、まあ、ディスりまでは、まあ、正直、中島から見たら、うわっ、すげえディスってるわみたいな意見とかもあったんですけど、けどそれについても、メガネなさも丁寧に。 ああ<ー>そういう考え方があるんですね<ー>みたいなふうにしてポジティブに捉えられてるなっていうのすごいむしろ感動してもうねいやでもあれについてはね本当サ猿先生とのやり取り見,た見られた方は分かったと思うんですけど僕同じようなことしててもう恥ずかしながら。んと,というとあいやというのはねそうあの本当に2年ぐらい前に猿先生とかの本に対して。うん なんかちょっと変な絡み方をしてしまったことがあったんですよ。<laughs> 僕も。<laughs> あ、まあまあまあ、そこは、ね。そうそうそう。だからうなもうむしろあ、自分の番だなと思って。<laughs> もうね、そう当時サール先生には簡単な対応をしていただいて、僕は本当に当時のこと感謝してるんですけど。はいはいはい。そうそうそう。あのー、だ結局もうざっくり言っちゃうと、うん、なんかそうそうそういう本別に誰でも書けるやろうみたいなこと言っちゃったんですよ。僕も。うーん、なるほどそうそう そうそうそうでもなんかわかるんですよね多分当時の僕は多分妬みとかもあったしそんなん僕も抱えてたしみたいな <laughs> そう自分より早く言っただけやろうみたいな気持ちが多分正直あったんですよ。例えばそうあの早く仕事当時も定時で帰えてたから早く終わらせる仕事のテクニックっていう面では自分も意識しちゃった点はあるしケテブレでいうのは子供たちの、ね、主体性を伸ばすっていう実践はケテブレではないにしろやってた部分はあったから <laughs> そういうものに関して。 なんかちょっとこう妬みですよ言うたら <laughs> そう妬みがあってそう、うん、くっそみたいなのでツイートしてしまったことがあってそうそうそうっていう多分感情なんだろうなってつまり僕みたいにね匿名で、ね、しかも実践別にねこう教育の中で別になんだろう表立った実践もなく<ー>そうそう。でいわゆる普通の先生が こうやって本を出してちやほやされてることに対してよく思ってない人は絶対いるなってそれも分かりきったことでそう,そうそうだからそういう面ではああそうさっきも言ったようにああ自分の番が来たなそう,そういう立ち位置になったんだと思うとなんかちょっとこう2年越しになんかこう罪滅ぼしじゃないけどうんなるほどなんかすごい感慨深かったんですよ実はそうだからああすごいやっぱ歴史ありですね 面白いですよね。うん、これ、ムキアラさんとも言ったけど、ツイッターの教育アカウントの歴史をちょっとまとめ出すと、ちょっと僕はすごい面白くなるなって思う。うん。本当に、本当にそうですね。それこそあれですね、まあ、ムキアラさんの本出したときには、まあまあ、ひどい扱いを受けるんだろうなっていうようなもんですけど。そうそうそう。で結局、ね、教員なんて基本的には妬み妬まれの世界なんですけこれは現場でもそうで。うん、例えばね、<う>若手で、 こうちょっとみんなが持ちたくないような学年を持って1年間バッチリまとめると尊敬の念もあるけど同時に「いやでもあの人のやり方はね」みたいなベテラン勢からのね圧が来たりとかあるんですよ。あ,あ,すよね、あるんですあの人のやり方はちょっとよくないとか「あんなお兄ちゃんの延長だわ」とかいうベテランの声がねチクチク来たりみたいな僕も経験があるし見たこともあるしされたこともあるし結局どの世界も妬み妬まれの世界だから目立っちゃうと。 そそうそうあれはな邪道だよねみたいな層が出てくるのよく知ってるから、ツイッターも現場も一緒やなと思って。確かにいや、けどすごいですよね。あのいや今言われた通り、それこその職,員、えー、職員室、学校の先生だけじゃなくても、まあ、人としても仕方がないのかなっていうところをね、私も前の仕事とかしてた時とかでも、やっぱり同期からそういう妬みとか、でもいじめに近いようなことを受けたりとか、うん、やっぱりいろいろあったのはあったので。 がなるほど。けど、いや、今の話聞けてよかったです。お <laughs> ね、あのね、ちょっとね、本当に、要は自分も今、いろいろ新しいことをチャレンジしていこうと思ったりとか、それこそね、あの来週、その小学校の研修やらせてもらったりとか、実際に。<ー>で、いろいろ活動を広げていく中で、やっぱ正直怖さっていうのがやっぱあるわけなんですよね。うん,うんうんうん。うん。まあ、それを今回、そのね、メガネ旦那さんがもう正面突破で、こう、格好を激化していく姿を見て、 本当にね。あのかあれです帝国陸軍帝国のね。ラインハルトの下で働いてる武将,武将みたいな気持ちで見てたので、すごい楽しく良かったなと思ってました。ああ、ありがとうございます。 いいですなはいあ、では,ではあの先ほどの、ねえー、とスペースでも話されてたようでしたけどその本屋さんの件っていうのをもう一回、改めてお話ししていただくことでい,い,か <laughs> いやいや、別にこれは本当話すようなことでもないんですけど <laughs> なんか僕、せっかく本発売されたのに地元の本屋どこ巡っても結構遠出までして本屋巡っても自分の本がなくて。あ <laughs> <laughs> あそういういことだったんですね手元にはあるんですよあの出版社から頂いたものがでもやっぱり本屋に並んでるのをどうしても見たかってあ確かに、ね。だ、ちょっともうそれやったらって言ってちょっと遠出して大阪駅という日<ー>西日本に行って一番大きい繁華街まで行って有名な本屋を Google ググで調べて自分の足で歩いて平積みされてる本を撮影して北総園出るっていう。<laughs> <laughs> <laughs> そうそう単なる本当にそれだけ <laughs> いやいやいいえちょっとじゃあ逆にちゃんとあったってことですかこありましたありましたってやっぱなくてあ,りあ,りあのね大型書店ですだ,だいぶ紀の国屋書店とか丸ュ<ー>純久堂とか本当なんかビルみたいなところとかその辺りまで行ったらあったんですけどただまあ教育そうですねだからいわゆるだから本当に梅田 梅田大阪、今日僕、うんうん、8か所、9カ所ぐらい本屋巡ったんですけど、<laughs> <い>あったの4店舗で、やっぱほとんどのお店は、あ専門書取り扱ってないんですって言われ方しちゃったんで、やっぱ専門書なんですよね、あくまで。ああ、そっか、扱いとしては専門書か。そうそうそう。そうなんですよ。<ー>だ例えば、嫌われる勇気とかいう自己啓発はどこでも置いてあったりしたけど。 そう教育書というのは専門書なので、やっぱりある程度の大型店舗じゃないと置いてなかったですね。あまあまあ、そうですよね。教育書という意味で言っても、本当にそもそも置いてないところの方が多かったりしますもんね。そうなんですよねあ確かそう。だから私も仲間とかが出版したりすると、結構ちょこちょこ置いてあったりしてたんですただそれも全部やっぱビジネス書になるので。うんうん <laughs> そうなんですようう一般書なんですよね多分それが一般書っていうくくりなんででもそんな分類あるんですかね本ってなんかよく分かんなくてだって別にどこにも分類番号とか書いてないような気がするんですけどねま<ー>でそやったら一般書として出した方が流通範囲広がるやろうなとか思ったりしたり。 それは、なんじなですか、あの、出版社とか、なんかな、いろいろな。出版社のそうか、性質にもよるのかな。かなかな東洋館なんて、ゴリゴリの教育書ですもんね。うん,う,んうん。だから、そうすると、その、な、わかんないですけどね、その、販路みたいなやつは、その、得意不得意みたいなのがあるのかなっていう。そう、そう、そう。え、全然、今、その指導はしないの話してないけど、いいですか。 <笑><笑>ごめんなさいむしろ、あの多分今、リスナーに、ね、聞かれてる方とかも、こういった部分を知りたいんじゃないかなっていうふうに、中島は思います、ね。そさっき、ね、その裏側の部分とかっていうのが聞けたらいいかなと思っても、まあ、まあいいようにお話しいただければとざいます。すそ,それでいうとねそう、僕、猿先生のね、キッチョンドリブンっていう本を最近読んだっていうツイートをしたんですけど、うん、あ,のあの本を僕は本屋で 僕も本屋で買う人やってずっとアマゾンなんてわかんねえよって言って本屋で買いたいって人やったんで本屋をずっと探してたんですよ、うん、でも教育書のコーナー探してもいくら探してもなくてでもあのなんかこう検索みたいなタブレット端末があってそれで調べてみたらあるとでどこに置いてあるかっていうとサル先生のミッションドリブンは自己啓発書のコーナーになったんですよは<ー>あでもこれって多分本屋さんの裁量なのかなとか思ったりして確かに。 どのコーナーに置いてるって、もしかしてこれ、本屋次第とか、本屋の主観みたいなところがあって。あまあ、けど、あれですね結構、タイトルによってとかっていうのはあると思いますよ。そう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 、だって猿先生書いてるから教育書やろとか、僕は思い込んでたけど、まさかのそう自己啓発コーナーにあるかと思って。うん、でも、まあ、なんか <laughs> そ,うそうそう、なんかその辺がねそう、ごめんなさい、全然今のこの本とは関係ないんだけど、<laughs> そう本屋トークとしてね、なんかこう。<laughs> そそそうそうそういや置かれる書棚によってちゃうよなとか、僕の本も自己啓発のところに置かれてたらどういう層が買うんだろうとか、そうそう、なんかそんなことを考えてました <laughs> だから実際、あのそれこそ、ね、読ませていただいて思ったのが、やっぱこれは教育書として置くにはもったいないなっていうのを正直な感想だったんですよね。 表紙のインパクトってでけえなっていうふうに思いましたよねあの。YouTube の方でも話させていただきましたけど、あの内容はすごい優しいですよね。あうんうんあの。それこそ、でまた僕、話奪っちゃうけど。ああ<ー> <laughs>、いいってよかどんどん回してください。そう、小学6年生の女の子は僕の本を読んだ書評を書いてくれたんですよ。感動して うん、小学六年生の女の子が読んで面白かったって言ってくれたことに、僕はただただ感動したんですよ。はあ、いいですね。いや、僕常々、ね、うん、よく言われるのが、大学入試に採用される文章って、不名誉なこと。っていう話を聞いたことあります。ええー。結局、それは、うん。結局、読み、読みにくい文章だっていうことなんですよね、はあ。なるほどね。一読で読める文章は入試問題にならないじゃないですか。 いろんな意味を含んで一、うん、回読んでもよくわからないようなテーマが入試の文章としては採用されるのでそれでいうなら僕は常々、ね、1年生の子でも読めるような文章って、うんうん、もちろん漢字の問題とか表現の問題はあるんだけど読める層が多ければ多いほどいい文章って自分の中では定義してた部分があって、うんうん、そ,それでいうと自分の書いた文章を6年生の女の子が読んでくれって面白かったっていう感想を持ってたってこれだけでだいぶもう本当に嬉しくて。<laughs> いやわかります確かにこれはうん本当に小学校教員として小学生に伝わる文章を書けたっていうのはなんか一つこれ自慢していいだろうって思ってますいやこれはもうもうもうすごい自慢ですよね <laughs> そうそうそうでその子はまたちょっとね不登校傾向でちょっと学校に、ね、<ー>苦しんでた子でもあったのでうん、うん、なんかこうあの楽しかったですって言ってもらったらよかったと思ってうんうん いや、いい、ね、いや素敵いや、今ね、そうそうそう、そういうエピソードだったら、もうどんどん話していただいて、ごめんなさい、僕、一人で喋ることに慣れてるから、ごめんなさい、人との対話が多分苦手な部分出てきちゃうから申し訳ない。大丈夫ですよ。あのー、結局、今回、中島が一番意識していることは、まあ、どれだけ気持ちよくメガネ旦那さんが話をするかというところだと思っているので。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> ですいやほそうなんですよね、私も、ね、それこそ本を、まあ、慈悲のね、n d l e ですけど、書かせていただいて、やっぱその時も自分の子供に向けて書いたし、で、実は教え子が読んでくれたりとか、お<ー>そ,その時小学生とか、まあ、中学生、1年生だったんですけど、やっぱそこでね、あのすごいなんか、親の気持ちが分かりましたみたいな感想とかいただくと、やっぱり大人が読んでの感想よりももう一個嬉しいですよね。うん,うん、うん <laughs> うん、やっぱり、えだから、小学生に読んでもらえるようにっていうのを結構意識されたんですかあいやいや、もちろんそんなところまで意識してなくて、分かりやすくっていうふにただ、うん、そうなんですよですあの、読みやすさを本当に、それはずっと意識してて、うん、だ結局あの、原稿、多分自分の癖でもあるんですけど、書いた原稿を何回も読み返すんですよ。すすごいえ何回もでか そそうそうあのこれ,これで伝わるかなとかちょっと表現くどくないかなとかいうのを何回も自分で音読しながら確認してたのがあったのでそ、えー、そうそうえで<っ>さらにそうそうこれ書いてた時の話なんですけど、うん、あの編集の人にそのことを伝えたんですよ。僕書くときに何回も音読して、うん、あの読み具合た確かめるんですって言ったら、うん、それこそ僕の,あの尊敬する内田達先生 の本を編集者さん担当されたことがあるららしくてあ、そうかの時にもう内田達辰先生も同じように一回音読して論旨が通ってるかを確認するんですって聞いた時にあ,あ、内田先生もそんなこと聞いてるの嬉しいっていうエピソード <laughs> <laughs> いやすごいすごいそうそう,そうかあ、私あのね自分の文章何回も読めないんですよねあそうでも僕も今回の文章何回も読んだから後半飽きてきてもこれが面白いのか面白くないのかもわかんなくてそう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 ,そう だから本そう、予約開始から1ヶ月あったんですけど皆さん予約しましたって言うけど、うん、え果たしてこれに1,650円の価値があるのかもう僕には判断できないみたいな状態で、はいはい、怖い、怖いみたいな、はい、そう自分の文章読みすぎてもう分かんなくなってきてこれが読みやすいのかさえ分かんないみたいな変な状態でした。 だからこそなんですね、いやすごいだから文章が読みやすかったのもあったし、分かりやすかったっていうのは、やっぱその遂行がすごいされてるからなんだなっていうのは、うん、今聞いて本当になんかこう、今、聞いていただいてるある社会科教員の社教医さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方も書いていただいてたんですけど、結局、今回の本って僕、参考文献ゼロなんですよ。 へえまあまあ確かに書いてなかったしそうなんですよで結局編集者さんに「そこの点このままでいいですか?」って言われたんですよさあの編集の時点であ結局参考文献があるっていうことはそれだけ説得力が生まれるのであの載せる方が多いですよっていうふうに言われて、うん、ただ引用もしてないし一応僕が感じたことをっていうことでやってるんで、うん、まあ もちろんね、じゃあ参考文献っていう枠にするならこれまでにね僕が感銘を受けた教育書とかねそういう本を全部参考文献になると思うしあげればきりがないし逆に参考文献ないって言うと参考文献でもなかったんで今回はもう今回参考文献いらないなくていいですっていう言い方をしたんですけどとそうででねでもさっきツイートしたんですけど結局最近僕論文をよく読むんですよ。例えば、新自由主義と の教育政策の関係がすごくよくやったんで、あの Google スコラーからずっと新自由主義に関する教育のを論じてる論文をいっぱい読んでたんですけど。どうしても論文ってそのなんかある種の型があるからすごいとっつきにくいし、読むのにエネルギーかかるんです。うん。まあ、それはそれで多分論文の方だし、論をつそう。ロを述べるとそういうことなんだろうなと思うんですけど。はい そ,うその影響もあってそんな感じの文章を自分で書いてみたことがあってこの夏にそうへでもそうするとやっぱりちょっと読みにくいし何、うん、な,なら本,本家の劣化版みたいなのをる <laughs> かりますわかりますそうそうそうでその時にあ僕の文章こっちじゃねえなと思って研究者になるわけではないし論文をずっと書いていく職業ではないから、うんうん、今からそれをやったところで あのレベルの低い研究者にな,なれたところで別にそれは僕の目指すべき点でもないんだなとで僕は自分の思いとかを伝えたいのであればやっぱり教育エッセイじゃないけど <laughs> そうジ,ャジャンル分けで言うならそうもう思いっきり主観の入ったエッセイぐらいの勢いで教育のことを自分の主観だけを通して言ってますっていうエッセイっていうジャンルなんだろうなって自分では思ってて。<laughs> なるほど そうこれも編集者さんと最初の企画の段階で結構話してて僕は教育エッセイがいいんですってそういえば言ってたなと思って、うん、教育書なんていう行々しいものはちょっと書けないんで自分には思ったことを言葉にしていくことしかできないから教育エッセイを書きたいんですとは言ってて確かにそうそうだからこれは教育エッセイなんだなって自分の中で割り切った時にすごいスッキリしたんですけど <laughs> ただ説得力とかは多分書けますっていうかそんなもの多分 エッセイに説得力ななんてないからだから多分これはもう教育エッセイというジャンルだなって自分の中では割り切ってます <laughs>。いやー、すごいいいと思います、いいと思いの、うん、とだからそ裏付けであったりとか、そんなまあエビデンスみたいなものがどうかっていうのはあると思ってる、あもちろんね、そういうのは大事なものもあるとは思ってはいるんですけど、うんあの、ただ全てをそれである必要はないかなっていうところはあるし。ううん、うんいや そね、実はだから私も最初その本を書いたときに、もっとなんかロジカルな、それこそ論文っぽいようなって一回書いたんですよ。それ読み直したらすごい偉そうで嫌だったんですよね。<laughs> なんかね,、うん、このね、鼻につく感じが。わ、うん、かるわかる。そう 読んだらみんなむかつくよなと思って、あこれはなんか違うなと思って、じゃあ対話形式にしようっていうふうになってで、その後読んでいただいた方とかすごい、すごい良かったっていうふうに言っていただけたり、自分のうちの子も読んでもくれて、それが良かったねっていうふうに言ってくれたりあったので、うんうん、だからすごいその論文ではなくて教育エッセイっていうのは、すごいその共感をしますよね。うんうん。 いやだから難しいんですよね人に伝える文章を書くっていう行為実はすごい難しくてうんだからどういうふうにしたら相手に伝わるんだろうあのぐ例え話の入れ方とか具体例の作り方かとかうんうんだから本当にそうそうそういう面では難しいんだけど、うん、でも僕は何だろうさっき中島先生が「遂行」っていう言葉をおっしゃられたんですけど僕あんまり遂行してなくてこれアマゾンレビューでもねそうなんか。 あの低い評価のところに書かれてて自分でもあそうだなと思ったんですけど結局多分文章ってどう書くかって人によって違うんでしょうけど僕は結構 <laughs> こう喋るようううううに書くんんんんでですすそね、うんうん、つまりこんなこと話したいからっていうゴール地点だけぼんやりあってそれに向かって特に構想もせずに書き始めて <laughs> で大体の分量で自分の論,論、えー、まとめをして終わるみたいなんとなくこれがすごい自分の中で書きやすいスタイルで。 なるほど逆に文章、どう書かれてます、長島先生いやー、だから、ね、ただあの、今回のでいけば、えー、今回なんていうか、ですねあの誰に読,ませ読んでもらいたいかですよね、ターゲットがまずありき、あ<ー>まあ、自分が、ね、伝えたい思いっていうのと、あとターゲットがあるので。 例えばそのロジカルな場に出す、そういう学会とかで発表する時であれば、当然ね、論文の形式を取るべきだと思ってです。その読み手に合わせた、えー、と表現の仕方っていうのが大事だなっていう,ふうに思うんですよね。ああ<ー>。なので、だから最後の,その小学校の頃から、学校の先生に憧れてたっていうふうに書かれてたじゃないですか。はい,はいはい。あれ見た時にこう全部つながった感じがして。ああ。 だからそのさっき言ったその6年生の子がっていうのと全部つながってた部分があったのが、なので、小学生にも読めるようにっていうふうに聞いたのはそういうことなんですけど、やっぱりその憧れだったからこそで、その頃の自分とか、今の子どもたちとか先生方にその、ね、当たり前から自由になってほしいっていう思いがあったからこそ、こういう文体になったのかな、文体にしたのかなっていうふうには。 読んんでで思ったすだからそうななんんですよねなんかこう文章の書き方も実は今回テーマごとにか 1>,、うん、で1日1テーマで書いて多分30日で書き上げたみたいなイメージなんです。<laughs> なるほで日によってはお休みの日とか時間ある時は春休みとかにも書いたんで、うん、23テーマぐらい書いた時もあったんですけどうん、うん、基本的には1日1テーマうん、うん、今日はこれについて書こうって決めて。 1>, 1時間半から2時間ぐらいでバーって書いてみたお送っておしまいみたいな書き方をしてたんです <laughs> そうだからテーマもね多分つながりっていうよりはなんか大雑把に分類分けはしたけどもそれぞれを書いた時期は結構バラバラでうん,うん,、うん、うんそうそうでも最近まだ夏休みだったんで原稿いっぱい書いてるんですけど最近は、ねいうん、あそう章ごとに書いてて 章ははははのつながりとか章のまとまりを意識して書いてるから若干そう書き方が自分の中で変わってて前まではそう原稿単位で書いてたのが今回小単位で書いてるっていう,そうなんかこう本当にこんなんお金払って買ってもらってて申し訳ないけどなんか僕の勉強のためにやってるところがなんかあるのかなみたいな位置づけ的に申し訳ない僕の勉強に付き合わせてる感があるんですけどいやそれはそれはあれですよ結 あの、どう取るかですけど、うん、結局そういうもんですよね。そう、結局だから、多分、うん、なんかこうよく言うじゃないですか。 自分のの納得するる家家をを建建ててためには3軒の家を建てないといとけそう1軒目建ててもやっぱりここ納得で住んでみると納得できないなみたいな2軒目建ててもやっぱりここおかしいみたいな3軒目建ててやっと自分の,あの満足のいく家が建てたみたいな話があるんですけど多分本ってそうなんだろうなと思って1冊目かけてこれが自分の最高傑作だなんて絶対ならなくてそう書き終わって読んでみた時にいややっぱこれちょっとこの書き方よくないよなとかなってきた時にじゃあ2冊目書いてみたいみたいな。 そうやって何冊も書いていくごとに自分のスタイルが出てくるのかなとかそんなことも考えてましたいやー、多分そうなんだと思います。まあ、っていうか、それがね、3冊でたどり着けるかどうかって言ったら、ね、そう,そうそうそう、たぶ書かないとゴールなんて見えないんだろうけど、少なくとも1冊目よりはいい形2冊目を出したいなとか、なんか欲が出てきますよね、どんどん。いやーっていうか、欲なければだめでしょ。 <laughs> こういう言い方もないんですけど。だって、それこそ私とかはまあ講師としてもそうですし、カウンセラーコーチとしてもやっているので、それこそ1回いくらの世界で生きてるわけですよ<ー>。けど、それでも話したときに、クライアントさんは、スキルシマスターとか、気づけマスターって言って書いていただきますけども、ただその分、中島としても学びはすごいありますもん。うん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 、そうですよね。そう、だから、もう,もう結局、 対話ってお互いになんかこう想定していないプレゼントじゃないけど贈り合いなんですよね。あ,あそう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 。そうそう,そうこっちも今回中島先生と話して引き出されてるんですよ。うん、あの話すつもりなかったこととかを多分話してしまってるあるだろうし、うそうだから多分これが人との対話の良さだし僕が喋るの好きな理由でもあるんですけど、そう自分が想定していない自分を引き出してもらえる感覚って対話の中でしか生まれないと思ってるし。 でもそれ,それでいうと原稿を書くっていうのも実は僕すごい対話で、まあ、これは本当に内田達留さ、うんおもしもしあごめんなさい今俺え聞こえてます えーっと <laughs>、落ちました。あれメガネダムさんいらっしゃいますいたらお話なんですけども、今、中島聞こえてない状態です。はい。聞こえてます皆さん。あれ俺だけかなまあ、あれですね、まあ、スペース、こういうことがちょこちょこ起きるので、えっと、そこはまあ、しょうがない。あ来ました、来ました。うんはい オッ、okay、です。おかりなさい。あ、あ、ごめんなさい。落ち,落ちてました <laughs>。いやいや、落ちてました。落ちてました。どこで落ちたんだろう。気づいたら、あれ、めっちゃ静かになってる。反応ないと思って。<laughs> <laughs> 一人、闇落ちしてます。あの、まあ、あの、スペースあるある。でね。ここら辺もそれこそ。 話してる2人はね、ああ、落ちたね、みたいな感じなんですけど、リスナーの皆さんも、もうさすがに分かってらっしゃる方ばっかりだと思いますので、あ落ちたなというふうに、温かい目で、ああ、よかったよかったです、はい。ああ,あ、そこか、そうそうそう。だ結局、うん、えっとね、そう、文章を書くっていうのも、自分との対話なんだなと思って。えっと 結局僕が今中島先生と話して僕の知らない自分が引き出されてるように実は文章としてアウトプットすることによって書いた自分と読んでる自分との対話になってるなと思ってあそうですねつまり自分の書いた文章をまた読んでいる自分がいて多分この二人はそれぞれ違うんだろうなって思ってそのサイクルが書いて読んで書いて読んでのサイクルでより洗練されていくものがあるなと思うからやっぱ書くってすごい大事だなと思って。 ですすねいいや本当にそう思ま結局、勝たないと客観視できないんですよね。うんうん、やっぱ自分が見てる世界は自分を見ることはできないので、ねそう,そう,そう変えたりとか、そういう物理的に、ね、何かに形にすることによって、やっと自分というものを見ることができるんだなっていうふうに思っているので。 中島ね、その後マインドマップをずっと使っているので、やっぱ書くってことは、あれもう内部対はもう内省ですもんね、そして自分と本当に向き合って話してて、いや、これちょっと違うなと思ったら、書き換え方変えたりとか、書き加えたりとかっていうのをやるので、すごい気持ちよくわかそう、だからこれって本当に学びだなと思って、結局自分で書いてて、言い足りないことあったら本に参考を求めたりとかするんですけど、 例えばこれ <laughs> うん、うん、学校の授業だって例えばなんだろう戊辰戦争についてちょっと文章書きなさいとか言って文章書か,かすと多分子どもたちってすごい自分の知ってることを並べつつ足りないことは、ね、資料集とかで補ってみたいなすごいなんかこう学びと書くってまさにこう書くことが学びだなみたいなあそう,そう,そう学びをズバリ体現してる活動が書くだなって思って。 そうなんか自分の授業館、まあ、とか指導館とかにもこの今回の執筆活動っていうのがすごい影響を与えました。書くが学びだななみたいな本当にそうそういやあちなみに、えっと、書くっていうのはその文章、例えばその中島だとそのマインドマップとかもそうなんですけどどちらかというとそのメモとかあ<ー>えと人によっては落書きじゃんみたいなぐらい結構自由に書くことが多いんですけどもう書くって言ってもね。メネ 作文書くみたいな文章を書いて、スキーマに埋めていくようなイメージうそうです、だから僕自身はね、あのなんだろう、今回、執筆の場っていうのが与えられたので、ありがたい話で、だから結局、そういう形で書いてますけど、うん、あの例えばさっき、新自由主義に興味あるっていうか、はい、新自由主義調べるときも、自分でノートを作って、そのノートはもう本当、メモ書きですよね。 あ読んで知ったことを適当にばあって書き連ねていく中でなんか丸で結んでみたりとかそうそうマインドマップのやつも入れてみたり <laughs> う<ん>そ,うそれでもいいと思うしで結局それで僕がね子どもたちにやらしてることもあって僕社会科とか理科では「学びレポート」って言ってもう子どもたちに好きなように学んだこと書きなさいみたいな実践をさしてたんで <laughs> 何でもいいからそアウトプットをさすっていうことが学びにつながるんだっていうのは。 ぼんやり分かってたんだけど、今回自分が執筆してみて、改めて、ああ、そういうことだよねってなりました。あそっか、だから逆に言うと、ああ、そっか、ああ、なるほど、なるほど、あごめんなさい、あの、勝手に。<laughs> いやいやいや、全然。ああの要は、えっと、中島は学びっていうのはアウトプットのためにやるものだっていうふうに考えてるんですよね。アウトプットするためにインプットするっていうのが、中島の考えなので、ただ、これって結構、まあ、 先生とか、ね、大人の人に対して話した時でも結構ヒットしない時というか、ああ、まあそうですよねみたいな、軽い対応されることがあるったんですけど、うんうん、アウトプットをした人じゃないと意味が伝わらないのかなって今ちょっと話してて思いました。うんうん、だからどうしても我々って学びに対してはインプットのイメージが強いんだけど、あそうなんですよね、うんうん、でも実はインプットっていうのはアウトプットのためのインプットであって、 インプットのためのインプットに今の学校の勉強になってると思うんだけど <laughs> あそうなんすよねアウトプットありきにしないとインプットが作動しないなと僕は思っててそう,そうかそうなんです映しとけばいいとか書いておけばいいっ、ね、なっちゃったけどやっぱアウトプットありきで学習の、ね、スタイルを形成しないとどうしても我々はインプットだけだと作業になるし意味がなくなってしまうし学んでないんですよね。 そうこの辺の、ね、や配分を、ね、授業の中で変えていかないと学,び学べる子どもたちには育って,ていけないだろうなと思います、うん、だから先ほど、ね、言われたようなその空白をまずその学びの空白があるっていうことそしてその空白を埋めたいと思えるかどうかそれが、ねうんうん、主体的な学びっていうところだと思うしそれこそ、ね、社会で。 調べていくと、え、もっと知りたいっていその空白が生まれて、だからこそ深めたくなるっていうことこそが大事なんだろうなっていうありますよだからそういう意味だとね、先生がちょっと教えすぎるっていうのはあるなっていうところが、ね。実はあの来週の職員研修の一つはそこなんですよ。カウンセリングで話を聞くっていうことを、まあ、研修としてお伝えするんですけども。 その時やっぱ先生答えを早く言いたくなっちゃうところがあるんでその時は待つことが大事ですよみたいな話をさせていただく予定でいるんですけど <laughs> いやもうちょうどなんかなそうそうだからもちろん呼び水としての知識を与えたりこうなんだろうこんなに面白い世界なんだよっていう意味での知識の披露みたいな知識の伝達っていうのもあるんでんん一概ではないんだけど。 基本的に中心に据えるのは子どものアウトプットの活動を中心に据えた上での計画をしないといけないなっていう話ですよね、この辺がね、そうそう、だからね、それこそ,その、もともとはアウトプットのための学びだったと思ってるんですよね、ただ、今の、うんうん、それこそまあまあ戦後教育という言い方をするとちょっと範囲が広がっちゃうんですけど、やっぱやっていく中で変化が起きなかったからこそ、インプットのためのインプットになっちゃったのかなっていうところは。 うん、すごい感じてはいて、やっぱり昔って本当にね、生きるために実学として学んでた部分が大きいかなって思ってたので、うん、かそこら辺もある、その当たり前っていう部分にはなっていくのかなっていうのは、ねうん、と、無理こりちょっと戻そうかなと思いました。あはいはい、戻した <laughs> <laughs> <laughs>。あ,そうであすみません、中島がね、ちょっと今で話しすぎたなと思ったので。<あ><あ>そそんんななここと<あ>こと そのまあ、今回、えーと、それこそ即読やったときに、その憧れっていうそのきっかけっていうところもそうだし、あとその当たり前っていうのはなんだっていうところもそうだし、あとその、まあ、なんていうのかな、正しい指導の連続が追い詰めちゃうよねっていうところ、この3つがすごい気になったところで、特にその当たり前を見直すために読んでもらいたいなっていうところ、中島の思いとしてはね、あって。うんうん <laughs> それこそこの本に書かれていることがね全て正しいなっていうのは多分思われてないじゃないですか。そういう本でもない。本当にさっきねエッセイって言ってくれたのがねすごいね中島としてもうしくて。うんうん、エッセイってやっぱり学び深い、ただあの読,み手がや読み手が学ぶって意味ですよ。そう結局だから これ教育実践本じゃないからこうしたらいいよではないんですよねだから読み方を誤ってしまうとそんなんできねえよとかなってくるから、うん、いやこっちもそんなこと言ってねえよみたいなすごいすれ違いが起きちゃうんだけどそう実はこれだから面白くて読み手側が何をここに求めてるかによって読み味が変わってくると思うんですよね。ね、ここからあしたの教育実践のヒントを得ようと思うものならそんなんできるわけないやうん、うん、理想論やっていうのが出てくるし。 ただ、これを自分の教育実践とこうすり合わせる過程の中で、自分の教育観を見つめ直してもらうっていう意味で読んでもらった方にはなんか学びがあるだろうし、この辺は多分そう。いろんな感想を自分で読む中であ、あこの人多分こういうつもりで読んだから、こんなこと思ってんだろうなみたいなのはありました。いや、そうだと思います。だからあの中島の言い方になるんですけど、物差しとして使ったらいいのになっていうのは思いました。 日々ね、だからこれが初任の方が読む本ではないなっていうのをちょっと思うところがありましたし、これを参考にしない方がいいという意味でね、まずはやっぱり自分でやっ,ぱやってみて葛藤していく中で、自分なりのやり方とか、物差しが出てき,てきた頃に、さて、今の自分の当たり前なんて、当たり前ってどうなんだろうっていうふうに見比べる、そういうふうに使った方がいいんじゃないかなっていうのは読んでて。 思ったところなんですよね。あれ <laughs> っ待って、待って、待って <laughs>。あ、これ、これ、ホストが落ちるってことはないのえ、俺、あれですかまた、メガネダンサー落ちた感じですかねえ、俺、どっから一人だったんだろうこれ。わかんないですけど。えー、っと、招待はい。<laughs> ちょっとね、もう、はい。 ええー、もう少しお待ちいただいてですね。いただですね。やっぱりこういった話が、ええー、やっぱ聞けるっていうのが。中島としてはすごい大事だと思っているので。あ、帰ってきましたね。はい。あ、帰ってきました。<laughs> よかったですよかった,危なかったですあの。それこそさっきの多分ね、メガネ旦那さんと逆であの、中島気持ちよく話してたら、あれリアクションがないと思ったら、ああ,あの、こんな感じで飛ぶんだっていうのが見れたんで、よかった <laughs> 中島先生が遠くへ飛んでいかれるのを感じました。<laughs> あびっくりしたわと思っあれすごいですよね、先頭歩いてるつもりで振り返ったら誰もいないみたいな。 そ,うそんな感感じじそんな感じ <laughs>、はい、あなので、えっと、そうですねそれこそ今、まあ、リスナーの皆さん、今44人の方もいらっしゃってるので、<お>どういうふうに読んでもらいたいなとかっていうのを、はい、改めてちょっとお話しいただけますかあそうですね、だから、これ、ちょうどこ今日あの僕の,あのツイッターの中でもあのいつもすごいなとお下に申し上げてる、積分定数さんという方がいらっしゃって、あ算数の方なんですけど。うんうん あのその方も今日あの買って読みましたっていう感想をしていただいた時にちょっと話がいくつか出たんですけどその中で結局教育書っていう事態教育書っていうジャンルの本自体はよく出てるよねって話が出たんですけど。 うんうん、でもその出る本教育書って言われる本のほとんどがいわゆる指導実践本とか指導指南本とかこうしたらいいよ,いいよっていう本ばっかりだよねって話になってうん、うん、実際今日僕もいろんな本屋さんの教育書コーナーを見たんだけどほとんどが「明日から使える」とか「すぐに役立つ」とか「うん、こんなふうにしたらうまくいく」とか「子供らみんなできるようになる」とかそんな本ばっかりだったんですよね。確かにだからそうやっぱり今の 教師ってだから忙しいし指導に不安があるしで例えば同僚性っていう面ではあまり担保できてない以前と比べてそういう意味で教員がすごい孤独になってる中でニーズは多分そっちになるんですよ。今すぐ役立つみたいな明日からすぐ使えるっていうそうでもいくら指導実践本を読んだからって言ってスキルは身についても自分の教育観を顧みることは絶対ないんですよね。スキルが身についいいいたたところろで、自分のの、指導をどうしたらいいだろうう、しらだっていうその スキルの土台の部分を見返すことは絶対ないから。そう、だから、いくら実践も読み漁ったとしても、教育観を変えようとは思わないんですよ。 でそれで言うなら今回僕の書いた本っていうのはまさにその指導実践本ではなくて「うんうん、日常の教育って何だろうね?」みたいな「子どもを大切にするってどういうこと?」って「教育をするって何?」みたいなのを問いかけたい本ではあるので絶対指導実践本とかではないから明日からは役に立たないんですよ。いい <laughs> <laughs> <う>いいです、ね、いいですす、ね、りそうそう。読んだところで <laughs> 明日から何も役に立たないんだけどふとした瞬間になんか。うんうん ね、そ,うあそういえばそんなこと書いたあたの自分の指導どうだろうっていう,うんそうそうそういう本になったらいいなと思ってました。なるほど。いやいい,いいですね。ありがたいです。ありがたいです。いや<う>いやいや。だからやっぱり、ね、本当ねそういう読み方だと思うんですよね。本当に。だから例えば半年後とかにもう一回読みたいなとかね読んでほしいなっていうのを実は思うところで、うんうん、多分読みうん、うん ったえー、と読んだあの読後感みたいなのが変わってなければ、もしかしたら成長してないかもしれないなと思ってほしいぐらいです、中島的にああ、ないよ、気がつかなかったけど、ここ今、ちょっと自分の中でこういうのあるなとか、あこういう傾向、ちょっとできちゃってるかもしれないなっていうふうに、なんか定期的に読み直してもらいたいなっていうのは、うんうん、中島としては思いましたね。<laughs> なんかこうツイッターとかしてるとよく過去のさかのぼってこんなこと言ってるだろうお前言ってることと違うじゃねえかっていう指摘を受けることがあるんだけど <laughs> いやそりゃそうだろうと僕だって昨日の自分と今の自分だって本一冊読んだらガらッと考え変わることあるし確かにそうだからそれで言うならこのその指導はしないを書いたのは3月なので今8月やから5か月前の自分が書いた本なんですよこれ。 ん <laughs> うだから多分この5か月で僕はいろんな本に触れたから多分また変わってるんですよねいやそりゃそうですよそうそうそうだから多分読んだ時にえなんかちょっとこれこうじゃない今の僕はこうじゃないみたいなとこ絶対出てくるしでもそれでいいなと思ってて <laughs> そう。はいはいはい しししててる方が僕はおかいいと思うし何の影響も受けてない変わらない自分が素敵なわけないじゃないですか人に変わりたいそうそう。お前5か月って変化ないのかよみたいな僕からしたらむしろそこの方が変だと思うからそうそうこの5か月何だったのみたいな。でも結局なんか教育もそうだけど人はそれぞれ世界で一つだけの話じゃないけど<ー>あ,あらかじめ素晴らしい種を持っていてその種を育てることに集中すればいいんだみたいな変わらない。 素晴らしい個性があってその個性を育てていくみたいな考えがどうしても教育にはあるんだけど僕はむしろそんな単なってなくてもうコロコロ変わっていくような,なんかこうねそういうものだと思ってるからそうそうそう,そう、ねうん、守備一貫してないいぐらまあそのね中島としてもそのいわゆるその、まえー、とマインドセットでャロル・ドュエックさんが言うマインドセットグロスマインドセットっていうのが大事だと思っていて。 まあ,ね、そのあるがままとかあの変化しない自分よりも昨日の自分の行動を恥ずかしく思えるかとかそっちの方が,が欲しいですよね。そういうふうなことが学びだと思うんですよ。つまり昨日の自分までには見えなかった自分を見ることができるってすごい成長してますもんね。多分それが成長だと思う僕は。うんうんうん、そそそうううう思います それで言うならさっきの教育観って、うん、まさに成長と逆行してるなと思うんですよね。変わらないあなたでいなさいみたいなあなたの大事なものだけを育てなさいみたいな<笑><笑>だからあれは何て言うのかなあだからね世間では結構好きなねである種はそれで救われた方とかもいらっしゃるとは思うんですけども。うんうんうん ただそれってその、なんていうのかな、うんと今日もちょっとツイートしたところなんですけど、例えば部下の育成、最近の若いものはとかって言ってる時点で、お前が成長してねえだけだろってうう考えるわけです, <laughs> ですよ。なんでちゃんとアップデートしていかないのっていうところ、うんでこま。変な言い方なんですけど、あのなんか私あの、今時の子供たちにゲームとかで負ける気ないわけですよ。 ね <laughs> こっちは初代ファミコンとかのその前の,の、あのー、カセットビジョンとかそういう世代からゲームやってんだわみたいな <laughs> か常にやっぱアップデートしていけばそんなね <laughs> 若いからとかなんとかっていうのはないのでやっぱり変化することを日常に置きたいなっていうのは思いますよねうんそうそうそう色は結かいいですねっていうかあそう やっぱね、あのー、面白いですよね、話すのはね。<laughs> <laughs> いや、だから本当に、ね、スペースで、メガネダムさんとは朝か帰りなんかの時にね、話、あスペースじゃないよ、クラブハウスか。そうそう、クラブハウス大抵。帰りの夕方の時間は誰も聞いてない中で独り言やったんで、中島先生がそう言っていたんけるとそうそう、4時半からのクラブハウス、<う>誰もリスナいなのに、僕、<laughs> でも僕からしたら、あのー、 うん、なんだ自転車乗りながら喋るんで、うん、言いい音いまいと画面見てないから僕からしたら一緒やから、うん、<laughs> 申し訳なかったけどそうでもやっぱ相手がいる方がこうやって引き出してもらえるんで楽しかったんで中島先生ありがとうございましたっていう当こちらこそですよだから、ね、こうそこから始まってる機会とかっていうのもあるしやっぱりその縁みたいなのってそれこそなんか自分で握っていくことが大事なみたいなところはすごい思いますよね。うん、うん うん、いや、そう。<laughs> いや、もうちょっとで、なんかであ、どんな話になるのかなと思ってたんですけど、中島が思ったり、ちょっと話しすぎてるところがある。いやそう、そんなことそうなんですか <laughs> <laughs> いいですね。あ今回その、あえてその当たり前っていうところを全面に置いたのって、あ、すみません、ね、いきなりゴンと戻しちゃいますけど、なんかその意図としてはあるんですか あのー、えっとねいやすごいあのー、裏話じゃないけども自分の中でぶっちゃけて言うと今回の企画の段階では僕ツイートの「いいね」の数見たんですよ実は。う <laughs> あのー、やっぱツイッターありきの僕やからやっぱツイッターの一つの指標である「いいねを元」をもとにあのーはい トークあのー、書くテーマを決めた方がいいのかなって最初思ったんで割とランダムにバーって並べたんですうんだから別に自分の書きたいこと並べたっていうよりも皆さんの反響の大きかったテーマをブあーって並べて賞立てして書いたんで実は全然そういうふうな統一的なものがなかったんですけどでも面白くて出来上がったものを見ると結局当たり前に対する批判 ばっっかりになってたんで多分僕のツイッターでのスタンスが多分そこはぶれてなかったんだろうなって後から気づかされたところがあってつまり僕は多分当たり前のことに対しておかしいじゃねえかっていうのをずっと多分言い続けてきたので <laughs> うん。 あの結局、いいねの反響の多かったものを並べても、多分そういうことが根底に全部流れてるからこそ、適当に選んだにもかかわらず、一つのなんか筋みたいなのがあるのは、そういう、多分僕の中にそれがあったんだろうなっていう分析あ、まあ、そうですね、まあ、そもそもね、メガネ旦那さんといえば学校は工場だっていうところからっあ。そう そういうところからっていうのがあったからこそやっぱりその当たり前えけど面白いなと思ったのにそ,いいそうだから最初は500いいね以上みたいな検索をしてはあ面白いそいで<れ>その中で自分がなんか、うん、あこのテーマなら書けそうだなっていうのをぶわって見繕って多分40テーマぐらいばって上げてでそれをざっと正立てして目次みたいに作ってそっから書きたいテーマから書いていくみたいな書き方だったんですよ。 でも書いていく中であ<ー>あこれも書きたいって追加したりれこれ書けねえなって排除したりして結局今のも30テーマぐらいになったのかなそうそうそうだから書き方としては別に一章から順に書いていくとか章ごとにテーマがあるとかでもなくて各テーマごとに書きたいことを書いてたんで本当はバラバラなはずなんだけどでも根底に流れるメッセージは全部一緒っていうのがあ僕は多分そこに関心があったんだなっやっぱ言葉に人が現れるっていうところなんでしょうね。 いけどそれにしてもすごいな、500いいねがそんなに何十分もあるところがやっぱさすが教育系トップインフルエンサーだなって。いや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 ,いや <laughs> 全,然全然全然。<laughs> そんな500いいねなんか俺見たことないんだけどぐらいな感じですからね。あの全然そうそうそうあのいや別にそうそれが別に何何百いいねとかでもよかったんですけど500いいねぐらいかなぐらいって感じの気がします。うそうそうそう。わかるだからそのアプローチがやっぱり面白いですし。 なんだろうこんな言い方したら変ですけど、その正しい感じだなって聞いてて思ったんですよね。これがほら、それこそ,その実名だったりとか、より普通にね、普通にって言ったら変ですけど、その実践されてる方であれば、こう多分こういうフィルタリングはしないですよね。うんうん、それは思います。でもやっぱメガネ旦那っていうのが、ツイッターでね、皆さんに温かく見てもらってできたアカウントなんで、やっぱツイッターのね、そういうところから考えるのもな、いの方がいいんだろうなと思いつつやったんだけど、うんうん、そうそうそう。 あだからそうですね、よくこのアイデアってすごいのは聞けばね、ほらそうだよねって思うことではあるんですけど、面白いこれご自身でいやこうしようって思ったってことなんですよ、ね、そうですね、そこについては本当にだから企画の段階からこんなん書きたいですって言ってで何を書くかとかもほとんど編集者さんとの打ち合わせはなくてこんな感じでやりますね、いいですよって。もう本当にあの で書く原稿全部面白いですとか全部編集さん言ってくれたんで終始気持ちよく書けて <laughs> で,でも疲れてきたんで終わります脱っこですみたいな感じで終わったっていう感じです <laughs> うもうもう書くのお腹いっぱいなんで終わりますみたいな <laughs> じゃあこれ,これを持って脱っこにしましょうみたいなまあ量としてはギリ,ギリギリいけそうですねみたいない、ね、うん確かにいやーなんかすごいあ えーけどやっぱ面白いなじゃあ、それでバーってやって、で、その章ごとにこう、まあね、ラベリングというか、まとめたら、こういう形になったっていうところあ,、ね、あ、そう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 。面白い。あ、なんかそれこそあれですよね、今、聞かれてる方の中でもね、やっぱ本書きたいんだっていう方いらっしゃるんであれば、こういったアプローチもあるんだなっていうのは。<laughs> いや、参考にしない方が。<laughs> あ、いや、結構ね、ありだと思ってて、あの、 筋を通していく、ね、ゴール決めて、それからバーッと広げてやり方もあれば、やっぱ積み立ててピックアップしていくっていうやり方もあると思っていて、もちろん、あ,ょっとあれです、あの、あのメガネ旦那さんほどの、ねえー、とフォロワーとかいらっしゃる方とかは、また別の話なんですけど、例えば日々の積み上げていく中で、こういうアプローチは面白いなっていうところで。うんうんうん、そうそう、結局ね、でも本当に、あの多分自分が、 持っっってててるる問題意識ってなんか結局同じよように何回も言ってるんですよね宿題のこともそうだし忘れ物のこともそうだしう水分補給のこともそうだしなんか多分ずっと繰り返し自分の中でもやもやしてて何回もツイッターで同じような形で手を返しながら言ってたことなんだろうなとも思ったんでそうそう多分僕2年ぐらい活動してるけどツイッターで多分言ってることってそんなに多したなこと言ってなくて大体同じことばっか言ってんだろうなとも思いました。 いやまあけどそうなりますよね、結局、ね、うん、ほらそれこそ先ほどね、ね昨日の自分をっていう話もしましたけど、変化することもあれば、やっぱり変化しないね、うんうん、それこそ不益流行な部分っていうのは、やっぱり自分自身の中にあると思っているので、うんうん、それがこのエッセンスとして、やっぱり冊に一つの、ね、区切りとして、まとまったのがこれなんだなっていうのを思いますねそうですね。いや、いいんですな。うん あちなみにですね、えっと、まあもうちょ,っとちょっと中身の話とかも聞きたいなっていうふうに思って、これあの、あれ答えられればっていうところではあるんですけど、はいはい、実際にあの実践されてたりして、その後の先生とか、後の子どもたちとかって、どうなっちゃうのかなって、素朴な疑問なんですけどあの面白いのが、今年僕、算数の先生をしてて、担任<の>ではないんですよ。うんうん なのであの去年担任を持ってた子どもたちを外側から見る立場なんですけどほらほら子どもって上手に順応するんですよね。うん、<laughs> なるほど。なるほどこれさんざん去年管理職に言われて、うん、あちょっと待ってください。落ちた落ちちたたましたあえー、っと これはちょっと聞きたいので、あの帰ってきてください。<laughs> すげえなえ。やっぱこの時間帯ですかね、このみんながやってるから、えー、すごい今いいところだったので、えー、ちゃんとまあメモは取ったのでね、あのメガネダンさん戻ってこられたら、えーとそのまあ、子供はうまく順応するよねというところから <laughs>、えー、ちゃんと聞いていこうかなと。 というふうに思いますので、えーと、もう少しお待ちくださいね。はい、いや正直ですねあの、思ってたよりもあの、深い話というか、裏側の話が聞けたので、中島的には、あ帰ってきましたね。<あ>ごめんなさいあかえあ。帰ってきました。また、あ、もういいところで どこまででしたっけ、あのあのね、僕のクラスの子供,子供たちがですよね。あそ,うそうそう、そうだから、うん、そう結局、去年、さんざん管理職に、眼鏡先生のクラスの子供たちの来年が心配だってずっと言われてて、うんそう結局あの、やり方自体は認めるけども、そんな変わったやり方で、子供たちは来年の先生となれないんじゃないかみたいな。 比べちゃってうまくいかないんじゃないかってずっと言われたけど僕はそれに対しては一貫していやいや子供なんてその年の先生のルールに合わせて上手に順応するからそんな心配いらないんですよってずっと言ってたんですよはははいいい。だって実際子供たちって6年間でいろんなタイプの先生男性女性ベテラン若手新人再任をいろんな先生と出会うじゃないですかでその先生によってルールコロコロ,コロ違うのに 去年と違うからできないなんていう不適を起こす子って、まあ、いるにはいるんだけど、ごくごく少数じゃないですか、ほとんどの子はなんとなく順応していくじゃないですかうそうに、ね、思ってま、ね、そうだから、全担任とルールが違うからうまくいかないんだなんて、理論、うん、は絶対に通らないんですよ、小学校において。 学級王国って言われる担任を 6, 人 6, 6つの王国を経験するわけなんだからそれで全国うまく回ってるシステムなんだから多少ちょっと変わった王国があったって翌年の王国では多分違うルールが適用されたって子供らは大丈夫なんだって僕は確信めいたものがあって,て,あってなるほどそうそうだ,かだから管理職の不安も結局キーウに終わったんですけどうん去年の僕のメガネ学級の子供たちはみんな上手に今年も順応して何も問題なく。 と言いたいたんですけど <laughs> あの何人かの何人かじゃないな一人のある女の子がちょっと今学校の行きしぶりがあって。うん 結局宿題の量宿題が多すぎてできてなくて先生に怒られるのが嫌で学校行き渋ってるであでるほどでもこれを僕のせいにするんだったら「ちょっと待てよ」ってされてないんだけどそうそう眼鏡先生が宿題について甘くしたからんこんな不適を起こすんだなんていう言われ方をしたらそれは違うだろうって言い返すつもりなんだけど実際そ,れそんなことないんだけどただそうそう結局まあでもこの子は学力的に本当にしんどくて宿題が本当に。 宿題とか一人でできるレベルじゃないとなんで。まあまあまあそ,そう、そこを一律のルールでやったら、そうなるだろうなっていうのもわかるし。ただそ、その子以外はもう基本的にはみんな楽しくいけてるので、まあ、そうだよなと思いつつね。難しいですよね。ねう,ん、うん、まあ、やっぱり、その、うんと、今後、ここの不安感っていうの。と、向き合っていかないといけないなっていうふうに思ってるところがあって。 うんうん、それこそ今私のクライアントさんの先生とかでもやっぱそのケテブレであったりとか要はその主体的な個別とかやろうとするとやっぱどうしてもそのね来年度の壁が来るわけなのでうん、うん、それについてなんかそのまあまあ今の話もそうなんですけどまあけど結局そうなんだよな。 やっぱり、えーと、そういう主体的にしてた子供の方が、純濃度が上がるとかっていう感覚ってありますかえっとね、だから結局、なんかこう、まあもちろん、僕の中で隠しめいたものがあるっていう言い方をさっきしたのには理由があって、結局、うん、<て>ちょっと待ってす僕の僕、えっ <laughs> ああ、おおかえりだめだ、だだ今,今、いや、ちょっと一瞬ぷぶっときたんで、でよかったです。 結局、うん、ただただノートをあの写すような授業スタイルよりも僕のやってた自分の言葉でまとめて書くスタイルの方が絶対にレベルが,たレベレベルが高くて言い方は語弊があるけども難しいことをしているのでそれよりも簡単なことに合わすことに対して別に子供らは戸惑わないだろうと思ってました。あれあ<ー>飛んだななるるほどなるほどほどそうだ結局そ<う>そう僕が 僕の黒板に書いてること以外移しちゃダメだよ自分の主体的な学びは一切しないでねみたいな先生の言うことが全てだよみたいなことをした上で翌年に主体的なことやれって言ったらそれは大変だろうけどうんう僕がやってることは一般的な授業よりもレベルが高いことを指してたのでそことば悪いけど低きレベルに合わせようと思えば全然子供らは合わせれるぐらいの技能とかスキルとか主体性はついてるよなっていう確信がそういう部分にありました。 な,なるほどねそうかだから逆にそれで、もしね、本当にその合わせられないんであれば、それはその前任者の問題ではなくて、その現任のやり方の問題でしょって話になるってことですよねそう結局ね、<は>いつも僕、この言葉言あ,<ー>あまた飛んでる、大丈夫、あ大丈夫です、大丈夫です。<laughs> いつも言うんですけど、あの <laughs> はい、よくね、そう前担任のやり方が悪いから今年うまくいかないんだっていう論調、これ、うん、実は現場によくあるんですけど、僕、これはちょっとずるいなと思ってて。うんうんうん かるうん、我々は基本的には単年契約でその1年で子どもたちをいかに伸ばすかについて集中すべきだしあなたがそんな指導したから今年うまくいかないのよっていう人は悪いけど今年の問題はあなた自分でちゃんと解決しなさいよって僕ら思うんですよ。っていうのは僕が短学級の経験があるので <laughs> う<ん>短学級って一学年一クラスしかない学校の経験があるんですけど。<laughs> <laughs> 僕が3年生を持ってすごい楽しく1年間過ごしたあと翌年に別の人が思った時に荒れてしまったんですよ。結構楽器崩壊みたいになってしまってでさらに翌年3年で持った子らを4年で楽器崩壊別の人がさしてしまって5年で持ったんですようもう一回落ち着かしてって言ってその時に思ったのが結局短学級って子供はみんな同じやから薫の先生と教室だけなんですよ。確かに、うん、そうそうでもそれを <laughs> 僕もだから5年持った時に初めはちょっとギスギスしてたんだけどもうん、うん、ね前前その昨年度ね荒れてたんででもそれを4年の先生が悪いんだって投げやりになったところではい、はい、この1年うまくいくわけないから今年は今年でできることやろうと思ってやってたところがあったんで全担任が悪いんだとか、うん、僕が可愛く育った3年生よなんていう思いを持ったってしゃあらないから。<laughs> <laughs> だから我々は単年契約でその1年できることをちゃんとやっていくべきだしそうそう全担任のとかいう話をしてる日もあったらこ今年1年をどうして楽しくするかを考えるべきだしうん、うん、でも現場には確かにあるそう前の担任がうまくやらなかったからこの今今年良くないのよとか言う人いるけど。 いいやいや自分のこと棚にあげんなよみたいな。だからそうなんですよねあの。私的にまあね、それこそいろんな話聞いたりとかすると、いや、つうか、お前の腕だろみたいなるところはね。だから逆にだから先生って自由だなって思うのがそこだったりするんですよね。うん、普通だったらありえないじゃないですか。 だってやれって言われて、こういう状況で渡されてるのに、前任のせいにしたところで、やるけどやろうよっていうね。任がひどかったとはいえあなたがやらなくていい理由にはならないんで。すようなかなかかうそうそうそう。なかなかいかないんだなみたいな。思うのは自由だけど、口にしたらアウトだよな。そう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 。ただ、だからまああれですよね。例えばこれとかも今も話してたりとか、まあ、本の感想でもあったけども、じゃだからといって、今やっぱり苦しんでる先生、 そうすればやっぱりどっかに逃げるね、言い訳みたいなのは欲しいのかなっていう気持ちはね、もちろんね、分かるところではあるんですけど、そうですね、だから何度も言うように、思うのは自由なんですよね、全体のせいにして自分のね、気持ちを少しすっきりになるならまあ、別にいいんだけど、それを口に出して、うん、あなたが去年のろ悪かったからだとか言っちゃうとアウトだよねっていう、そ本当、そう、うん、あの基準はそこですよね、言うかどうかだと思うんです。けど 言っちゃう人がいるからね、去年のあなたの指導が悪かったのよとかね。そうそうう <laughs> 言うな、それは言うな、みたいな。<laughs> そうなんですよだから、いやあの、ね、それこそ、中島のも、ね、対談であったりとか、まあ、いろんなところで言ってるんですけど、人をね、2、3、3人で分けてって、行ったときに、やっぱ最後の2人の人は、やっぱりその、まあ、例えば、 サイコパスであったりとか、正直ね、どうにもならない人っていうのはやっぱりね、2割かまあ1割ぐらいはいるよねっていうところは、もっと認識された方がいいんじゃないかなって思ったりはする、なんかみんないい人だと思ってるから、そういう悪意ある、カバードアグレッションみたいな、マウンティングとか、マニピレーターみたいな人の気持ちもなんか受け取りすぎちゃう、やっぱ先生ってみんな優しいし、真面目だなとかね。 うんうんうん。思いますよね。行 <laughs> っちゃう人いるからすごいですよね。そうなんですよね。生で見たとき衝撃的でしたもん。<laughs> ねえ、<あ>そうす。ごいみたいなのはね。あちなみに、じゃあ、じゃあ、はいはい、じゃあ,あの、そういう時ってどうさボくんすか メガネダンス、過去に、あ、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいあの。これもね、言える範囲でっていうところもそうですし、過去の自分は、こうね、その、うんと、とんがってた時もあったみたいな話もあったりすると思うんですけども、んあれ落ちました落ちましたかね <laughs> 落ちるな。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。はい。 帰ってきて。あ,あ。ちょっと待ってくださいね。はい。<laughs> <laughs> あ、どうも、帰ってきました。帰ってきました、はい。おかえりなさい。<laughs> ただいま。 え、けど一応時間大丈夫ですか全然。あの中島は全然 OK ではないんですけど。そうですね。あとはバッテリーの問題ですね。僕、バッテリーがすぐなくなるんで、あと20%弱ということで、10分ぐらい。<laughs> 今度はバッテリーが落ちてしまう。えー、とそうですね。あと10分ぐらいってことなんで、えっ、ー、と、でもあとはあれですね、ダン段差が話したいりないことというか、 そうですね、まあ、この本について書き足りなかったこととかもうちょっとこういうの書いたらよかったなみたいなのってあったりしますかあえっとねそれでいうとあのー、実はねもう第2弾の原稿自体はもう書き終わってる部分があるんですけどその内容が終 <laughs> <え>終わってるの終わっっててるるのんだ、ね、これはね実は僕4月ぐらいに書いててどんだけ なんすごいそうそういや本当に一、ね、<laughs> 回書き始めると僕止まらなくて書きたい書きたいみたいな感じで毎日バーッて書いちゃってたんで結局そう3月の終わりに今のその指導はしないがだっこしたともう次書きますねって言ってわーって書いたものを最近ちょっと少しリライトしたものをこの前編集者さんに渡したんですけどその内容何かっていうと結局僕どんな授業をしてるかっていうのを全教科にわたってザーって書いてるものなんですよ。 ほう。そう、結局なんか、よく、例えば、国語の研究されてる方、は国語の。いろんな指導法の本を書かれたり、算数だったら、算数だったりって、教科ごとに。教科一色の本はあっても。例えば、全授業にわたって、どんなことしてますかって書いてる人って、あんまいないなと思ったんですよね。確かに。確かに。確かに、うん、そう。例えば、だから、国語の得意な先生が、どうやって音楽の授業してるかって、見えないんですよね。うんうん、そうそう。ああ、そう、ね。で、これ、僕いつも思ってて、なんか、ちょっと。 どうしてるんだろううううなっていう思いがあってていい思があそうそうだから僕はちょっと全教科国産理医音、タイ図家庭科道徳総合特活それぞれでこんなふうに授業してますよみたいなのをまたエッセイみたいな感じでバーって書いたものをが第2弾でなればいいなと思いつつ8月の企画で通ったら出版の運びになるんですけどまだ企画も通ってないのに原稿書き終わってるというわけわかんない状況なんですいやさ、ね、すがさすがいい。 多分この中でも今聞かれてる方でもそれ読みたいわっていう人多いと思うんですけどあのねスペシャリストのね成功体験というかね実践ってやっぱりできないですよね。うんうん、自分がやれるものはやれる <laughs> そうそうやりたいものはやりたいけどもやっぱねやっぱ得意不得意はあるのでうん、うん、そうそうだから <laughs> そ,うそういう本を書きたいなって思ってて。 書いいいたものがそう第2弾にななればいいなと思って結局、ね、その指導はしないっていうのが第1弾なんで今度はこんな指導してるっていうまあ言うたらついになってるんかなと思ってうーんいやーそう思いますそう思いますいやっていうかあいいなまたすごいですねあのー、燃え上がりそうな <laughs> 攻撃されるような隙間いっぱいなところをあえてこう。 あそうそうでも全然これ各教科の専門家から「お前なん,なんて指導してんだ」っていうそう本当に集中砲火食らうんじゃないかっていう内容なんですよそれは編集さんとも言っててただ編集者さんに言ってもらったのは結局、まあ、教育哲学については誰そうそうんうんうん。そうそうそうだからそう各教科における専門性の高い人たちからしたら「なんて指導してんだ」ってなるかもしれないけど別に僕は僕でこういう思いを持ってやってるんだからっていうのに対してはそこは否定しようがないよねっていう話があるから。 そう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 。いや、すごい。えいやだからやっぱりその第2弾としてもいいですよね。初めからこれやっちゃうと、ちょっとまずかったかなっていうのがすごい思いますそうなんですよ、ねうん。今回のやっぱ教育エッセイとしての,そのメガネダンナーの感じるところとかね、そういうふうな思いっていうところがあったからこそ、第2弾としてすごいいいですね。えっていうかもう通してい けど、通るんじゃないですか。あの、勝手にちょっと、言っちゃいますけど。どうなんでしょうね。僕、この辺、編集、出版社の事情、わかんないけど。まあ、でも、第一弾ね、こうやって、皆さんにすごい、あの、書いたので。ね、第二弾が通りやすいだろうなと思いつつ。でも、その辺は、ちょっと、僕も詳しくは、わかんないんで、ね。確か,確かに、確かに。まあ、日の目を浴びればいいんだけど、浴びなかったら。あの、ノートにでも、公開しますわ。<laughs> いや、それは、それは、ぜひ。っていうのは、あの。 なんていうのやっぱり、ね、弱いところをケアしたいんですよね。いわゆるその弱い感みたいなのありますけど、やっぱ先生方で困ってるのって、やっぱ自分が苦手としてる部分だろうなと思っていて、そういうところの情報ってやっぱりない、中島が見る限りだとないんですよね。だから、小学校って結構、教科数が多いから、 ススペシャリストの方はいるんですよね算数は得意社会は研究してましただからその先生が学校の中の社会を担ったり社会の研修を行ったりとかっていうパターンはよくあるんだけどうん、うん、だその図工が得意な先生がどんな算数をしてるのっていうそこを本当に学校って結構ブラックボックスだから公開もしないですその先生は決して。 そうそうそう、だからね、この辺はね、ずっと自分が新人の頃からもやもやしてる点ではあって、いやむしろこの授業見たいのにみたいな、もうあなたが図工得意なのよく分かったから違う授業見せてよみたいなパターンいっぱいあたから、そう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 、そういう形でね、そうだから結局あの、今回ね、出版っていう土俵を与えてもらったんで、結局僕がしたいことは、僕が読んでみたい教育書を書くみたいなところが正直あって。はあ、えちょっと待って読んでみたいっていうのが、今の自分がっていう意味ですか ああ、もやし、これまでいろんな教育書を読んできた中で、こんな教育書あったらいいのになっていうのを今、自分の中で書いてる感じ。あなるほど、なるほど。そうそうそう。そうね、だから第、第2弾はまさに自分が読んでみたい教育書を書いてみたって感じです。いや、このね、すごい。いや、本当にそうなの。ただ、私とかもね、やっぱ、その、セッションしていく中で、 やっぱ多くの人がゴールが高かったり、ハードルが高かったりするんですよね。自分の得意な科目と同じぐらいのものを苦手な科目でも求めたりとか、けど結構、指導要領とか読めば、そこまで求められてないよねっていうことでも求めすぎちゃったりして、逆に苦しんでしまってるとか、あったりするので、ボーダーとしてはねあの最低限やらなくちゃいけないことっていうのもあるけども、 そこっていうのは多分多くの先生が思ってるよりは下の方にあるんだよなっていうふうに感じていて。うんうん。そこら辺。ああ、いやえ、読みたいですね。ありがとうございます。わかんない。企画通るかわかんないから <laughs>。いや、ぜひ、あのね、頑張って。が、そうですね。まあ今回のやつもね、ある程度、あのまあやっぱ売れれば売れ、出すでしょみたいなところが正直、中島はあると思うんであの商業出版なんでね。 その辺はもう、うん、あのいいかどうかじゃなくて売れるかどうかの判断基準の世界に入ってるので、うん、そうそうそう,そ,う,そ,うそれについては別にこっちもあの好きでその時気上がってるからなんとも思わないからあの向こうが僕に商業的価値を見いだしてくれてたら僕はそれに乗っかるだけだしうん、うん、いや,やっぱねそこでもっとねその今回本当にうんとに「めがねダンスさんが出版されてここまでっていうふうに広がったっていうことはやっぱ次に続く先生方にとってもすごい大きな。 資金石というかね道が切り開かれたなっていうのをすごい感じていて多分今後いろいろねそれこそ今聞いてらっしゃる方でいけば白黒先生とかも出版されたりっていうのもありますしもっとね広がっていくとより、まあ、中島がね何とかしたいのは若い先生と管理職の先生なんですけど、まあ、管理職はもうちょっと何ともいかないので若い先生方にとってうん、うん、やっぱりねその もっと笑えるような、やっぱ憧れの先生たり得るような環境を作っていきたいよな。っていうのはすごい思うところなので。あの、本当けど、さんのちょっと。あの、そのエネルギーというか、突破力を中島もいただきたいところです。<laughs> いや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 、<laughs> 本当ですね。好きなことをただただし続ける毎日です。うん、<laughs> <laughs> そうそう,そう。いや、<ー>こうなりたいとかじゃなくて。 うん、こあの本当に流れ,る流れる雲のようにあ今日これやりたいからこれやろう明日これやりたいから明日これやろうみたいな感じでしたいこと積み重ねていった先に今の僕があるので多分この先もずっとこれ興味あるからこれしようとかそういうふうな <laughs>、うん、目標設定をしない。い<や> <laughs> そそそううなんですよねねだから結結局局じゃあ中島も結局もう、ね、それこそ 今の仕事して十何年、結局子供もを、ね、育て上げて社会に送り出して、で今もこうやって、それこそ借金もせずに生きていけてるっていうのは、やっぱ成果が上がってるし、それってなんでって言ったら、やっぱりやりたいことやってきたからっていうのが大きいですよね。もちろんね、楽な道だとは言わないですし、おすすめはね、うんうん、するわけではないけど、やっぱりやりたいことやるって大事ですよね。はい えっていうかで今、バッテリーどのくらいですかあもうね、たくさ切れるのが恐ろしいと思って。あ大丈夫です。<laughs> でも、多分そろそろまとめたほうがいいっです。ではですね、まあ、1時間ちょいにわたってですけどね、お話いろいろ聞かせていただいて、まあ、私としてもすごい、やっぱり、ね、裏側、こういうのを聞くって、やっぱこういう場が大事かなと思ってますし、やっぱメガネ旦那さんがね、うんうん、直接こういうのを話するではなくて、やっぱそのゲストとして。 登場した場で話していただいてっていう場が作れたのは中島がやりたかったことやりたいかなというふうに思いました。ありがとうございました。では最後に、聞いてる方にメッセージというか、最後いただいて終わりにしたいと思います。あれ落ちてます <laughs> えもうさ、こういうところで落ちる <laughs> 電源じゃないですよね。<laughs> 面白いな。<laughs> はい。え、もうやめてくださいよ、<laughs> 本当に。最後に。いやいや。<今>いとこいとこだったのに、いいとこだったのに <laughs> そうそうそう。いいこと言ってるよねって思って入っていたら、あれみたいな。 嫌な汗出ましたけどね、最近なんか、今日はこういう回だったかなという、ゆるさんがね、<laughs> スペースのいいところだなとは思うので、あはいじゃあ改めまして、えーと、最後に一言お願いします。一言じゃなくてもいいっすよえ中島先生のまとめが聞けずなかったんですけど、まあ、えあ,あ、そう、あの、えっ、ー、とね。 ガネ旦那さんがいろいろ話していただけたのが、もう中島にとっては一番嬉しかったんで。<笑><笑>ごめんなさいね、プツプツ切れてしまって、申し訳なあいですけど。<laughs> だからあれなんすよ、ね、それこそ,そのうんと中島の役割の一つかなと思っていて、実はこういう場を作るのが、うん。うんう、実はね、結構緊張してたんですけど。 も,あもうもうもうやべえやべえって思いながら1時間持つかなとか思いながら、まあ、全然奇遇だったわけなんですけど <laughs> それこそまたね、えー、とお越しいただいていろいろお話聞きたいなっていうのもありますしあとこれ聞かれてる方とかでも。 そそれこそっと、まあ、白倉先生は明日話しますし本出版したら、ね、白倉先生ともお話ししたいなと思いますしそういうふうにしてその教育の先生方のサポート民間から、ね、外側からサポートしたらいけたらいいなとうう思っているのでまた今後もこういう場は開いていくのでまた聞きに来ていただければと思いますし今回、えー、ご出演いただいたメガネ旦那さんありがとうございました。 いえいえ、ありがとうございました。ちょっと本当にブツブツ切れて申し訳なかった。<laughs> いえいえ、とんで <laughs> こんな感じだったので、じゃあ最後にあの聞いてる皆さんに一言いただければと思います、ねえっと。はい。あのー、本当に、あのー、買っていただいた方も呼んでいただいた方も、<laughs> もうそうでない方もいらっしゃったと思いますが、あのー、楽しく今日は喋れました。<laughs> あのー、なんだろうな。結局 人にと関わりたいんですよね、僕は多分。人と関わって自分の中にあっ自分にも気づいてない何かを引き出してほしいから、こうやってツイートをしてリアクションもらったり、喋、うん、ってリアクションもらったり、本を出してリアクションもらったりってやってることって僕、全部変わってないなと思って。ただ、その場がね、ツイッターだったり、スペースだったり、本だったりっていう形なんですけど、やってることは多分。 一緒で皆さんからのリアクションをもとに自分の成長につなげたいっていう超利己的な話あ <laughs> あ、ね、そうそう <laughs> 利己的なんですけど、はい、すまあでもあのそれぐらいのモチベーションの方が純粋かなと思って世のため人のためなんてあんま思ってないので <laughs> あのどうか僕の教育の考える材料を皆さんからいただきたいということでねこれからもよろしくお願いしますみたいなまとめにしました。<laughs> <laughs> <laughs> いや本当にね、やっぱね、そうなんですよね、コミュニケーション楽しいですね、やっぱ何よりね。そうなんですよ、うん。やっぱこういう会話、だからそうなんですよね、だから今後、先生方にとってスペースとかこういう場ってすごい大事だと思うし、ツイッターももちろんそうなんですけど、やっぱアウトプットすれば もっといろいろね、作っていけたらいいかなって、ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございました。えー、お聞きいただいた皆様、ありがとうございました。で、今回も多分大丈夫そうなので、えっ、ー、と、アーカイブしようかなと思いますけど、大丈夫ですかね。<laughs> 全然大丈夫です。楽しみにしてます。はい ありがとうございますでは、えーと、今回の公開収力、えー、その指導しない出版記念対談を終わりにします。皆ささんありがとうございましたまいました、はい、おやすみな